セルネル、ジャンヌ・カトリーヌ・キャローンは、フランス出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ロイド・ジョーンズ、マシュー・ヨストなど。2014年ソチオリンピックフランス代表。フランスのグレーズに生まれ6歳頃にスケートを始めた。ノービス時代から、エドワールデズッターとカップルを結成し、アイスダンス選手として活動。ジュニア転校後も ISU ジュニアグランプリで、 表彰台に上るなどしたが、2004から2005シーズン後にカップルは解散した。2005から2006シーズンにより、ライバルチームの選手であったマシュー・ヨストとカップルを結成し、シニアクラスの ISU グランプリシリーズに出場を果たした。翌2006から2007シーズン、2007年、冬季ユニバーシアード競技大会で3位となり、欧州選手権では9位となる。 2007から2008シーズンのスケートカナダで ISU グランプリシリーズで初の表彰台となる3位、エリック・ボン・パール杯では5位となる。2度目の出場となった欧州選手権では自己最高得点をマークしたものの9位に終わった。2008から2009シーズン、カール・シェーファーメモリアルで国際大会初優勝を飾り、世界選手権では自己最高得点を更新したが、 シーズン終了後にカップルを解散した。2009から2010シーズンは、イギリスのロイド・ジョーンズとカップルを結成し、フランス所属として、エリック・ボンパール杯に出場した。2010から2011シーズンの終了後、アメリカにいるナタリア・リニチュクにコーチを変更した。2011から2012シーズン、中国杯では、ISU 主催の大会で、初めてのメダルを獲得した。 世界選手権では、ショートダンスで獲得した要素の基礎点が最下位だったこともあり、フリーダンスに進むことができなかった。2014年9月5日、引退を発表した。引退後は、プロスケーターとして活動する。2013年冬季ユニバーシアードアスリートハブ、ハットペルネルロイドフェイスブック9月5日の投稿。ありがとうございます。